西村茂樹から1902年8月18日は、明治時代の日本の啓蒙思想家、教育者、文学博士、道徳信仰団体、日本行動会創設者、名は叶え、字は十気、号は、泊まり沖きな。桜藩の師藩であった、佐野藩ほったけに仕える、側用人、西村義香の子として、江戸の佐野藩邸に生まれる。通称は平八郎、名は、 カオルザイ、後に刺激と改めた。10歳で、桜藩の藩校である、茂森書院に入り、藩が招いた安井側圏から儒学を学んだ。また1850年に、大塚道安に指示し法術を学び、翌年、佐久間正山について法術修行をした。1853年、ペリー艦隊の来航に衝撃を受け、 桜藩主の堀田正都に意見書を提出していい、公益とで公益との特質を明らかにしつつ、積極的貿易論を解き、老中の安倍正弘にも解剖策を献じた。堀田正都へは、積極的に海外へ進出して、貿易を行うべきであると意見書を提出している。1856年、堀田正都が老中主座、外国事務取り扱いとなると、 貿易取り調べを用がかりに任じられ、外交上の機密文書を担当。1873年に、福沢諭吉、森有則、青州、中村正直、加藤博之らと、名六社を結成。また、同年11月24日、文部省に出資者編書課長に就任、以後1886年まで省内で、受教主義的特育の強化政策を推進した。 また漢字廃止論者として1874年には、開花の度によって、改め文字を発すべきの論を発表した。一方で1875年3月には、大月番系、与田マナブカイ、平野茂久らと、漢学者の集まりである洋々者を結成する。3月、明録雑誌に、終身地国、日に討論を発表。1875年から、天皇、 皇后の振興を約10年間務め、東京学士会員会員、貴族院議員、宮中古問館、家族女学校の校長を務めた。また、文部省編集局長として、教科書の編集や教育制度の確立に尽力。修身の必要性を訴え、1876年4月に坂谷空と共に、道徳の振興を目的とする修身学者を創設した。 1879年に編纂が開始された日本最大にして唯一の感染百科辞典、小辞類園は西村茂激の発案によるものであった。1887年に西村の主張として知られる日本道徳論を刊行した。当時、日本の近代教育制度が整備されつつあり、国民教育の根本精神が重要な問題として、 様々な論者によって議論されるようになっていた。西村は首相伊藤博文をはじめとする極端な王家主義的風潮を憂慮し、日本道徳の再建の法都として伝統的な儒教を基本として、これに西洋の精密な学理を結合させるべきととき、国家の根本は制度や法都よりも国民の道徳観念にあるとし、勤勉、石鹸、号機、忍耐、 審議、親守、愛国心、天皇法帯の八条を国民像の指針として提示した。文部大臣の森有則はこれを読んで大いに賛成したが、伊藤首相は申請を誹謗する者として起こり、文部大臣を喫席した。1889年2月に、宮内省に皇室が特育を管理するように名輪院を設置するよう建議した。孫の一人に、 小説家の宮本百合子。弟は日本の生家業の父と言われる西村勝蔵、三女、墨の養子となった孔次郎は田中玄太郎の七男。ありがとうございます。